ちは、大島です。それでは今回は、自分のビジネスを持つということをお話ししたいと思います。それではですね、まず自分のビジネスを持つ方がなぜいいのかということを、考えていきたいんですけども、まずですね、サラリーマンですね、企業から、給料をもらうというような形態を今取られている方がいらっしゃると思うんですけども、これっていうのはですね、自分の可能性を限定してしまっているというようなことと同じということです。例えば給料30万円だとしますね。30万円、給料が30万円だとします。で、給料が30万円の人っていうのは、大体ですね、一般のサラリーマンの方が、168時間は月に稼ぐ言われています。月に働く時間ですね、168時間っていうのは、あと21日1日8時間、法定の範囲内であれば、168時間がマックスというわけです。で、この168時間、1ヶ月ですね、1ヶ月168時間働いて30万円と。で、1ヶ月168万円8時間で30万円、ということは、もうこれ、そうですね、昇給があったとしてもですよ、昇給があったとしても、40万とか、50万とか、その程度になるわけじゃないですか。で、168時間っていうのは、もう、自分の命ですよね。時間っていうのは、命です。ちょっとよく、そうですね、考えてみてほしいんですけども、例えば、砂時計があったとしてですね、自分の人生が砂時計だったとします。で、どんどんこう砂が落ちているわけですね、自分の人生が。砂と例えるとですね。で、砂がどんどん落ちていってるわけで、もう砂の最後の1個が落ちてしまった時点でもう死ぬということですね。それは、皆さんもそうですし、僕も同じです。それがもう全部できたらもう終わりなわけです。そんな大切な、時間ですね、をたったの30万円とかで、自分の命をですね、30万円という少ない金額で拘束されているということになります。自分の命である時間を毎月30万円という枠の中でしか可能性がないということですね。168時間で30万円、これは非常にもったいないことです。なんていうんですかね、自分の価値が30万円ですと言っているようなものですね。なので、なんで自分のビジネスを持ったらいいのかっていうのを説明しますと、自分のビジネスを持つことによって、この168時間がいくらになるのか、これ無限です。これ無限になります。この時間が無限になることによって、もう自分の可能性を、かけることにを始めたっていうことになります。わかりやすく言いますと、例えばサラリーマンを辞めて起業しますね。サラリーマンやって独立起業します。で、これが時間軸と、これが収入ですね。これが収入だとして、これが時間軸だとします。で、これが先ほど言った30万円のボーダーラインです。30万円のボーダーライン
で、30万円のボーダーライン、確かに最初独立起業とかしたら、まあ、こうなるわけですね。大体。まあ、これは多くの書籍とか読んでみたらわかると思いますけども、大体正極曲線っていうのは、まあ、こうなりますと。ただ、30万円をずっと会社でサラリーマンとしてもらっている段階は、もうこれ、変わらないわけですね。まあ、変わったとしても、まあちょっと変わったりと。まあ、これぐらいの、まあ、差ですかね。まあ40万とか50万とか月収。はい、まあやったりとします。で、確かに最初はリスクはあります。もちろん。独立起業して。リスクがあります。だからここが一番しんどいわけですね。何にも最初もしかしたら、給料5万円かもしれない。168時間働いて最初は5万円かもしれない。8ヶ月ぐらい、まあ、10ヶ月とか8ヶ月は5万円かもしれないけども、ここを通り過ぎてしまえば無限なわけですよ。まあ通り過ぎなかったとしても、あのサラリーマンを辞めてこの固定の給料をもらうのをやめると、固定の給料をもらうことをやめて挑戦した時点でもう無限に挑戦したということになります。なので自分の可能性をこう試したいとか思っている方がいるのにもかかわらず、会社を辞めて独立起業したりとか自分のビジネスを持つことをしないっていうのはもうそもそも矛盾しているというわけです。なのでこれを例に挙げましたけども、要は168時間自分のビジネスを始めるということは、自分の可能性にかけることが始まるということになります。なので、まあ、会社に行ってもこれは一応できるんですけども、まあ、会社に行ってやる方法としては、まず、全てのプロジェクトとか、まあ、新しいことを始めたりとか、その会社が新しいことを始めたりとか、するときに、まあ、その自分が責任者になったりとかいうふうになった時に、まあ、それが本当に自分のビジネスだと思って意識してやる、このプロジェクトが失敗したら全部自分の責任だというふうに思いながらやると、一応自分のビジネスを持つというような状態になりますので、少しすぐからでも始めたいという方はまずサラリーマンでもそういうふうにやることは可能です。ただ、まあ、サラリーマンとかね、でも、もう、そういうのもないし、そういう機会もないという方はもう辞めるしかないですね。別に、サラリーマン辞めたって、アルバイト先なんていくらでもあるわけですから、まあ、アルバイトをすればいいだけだと、僕は思います。まあ、だからさっきもこの話をしましたけども、自分のビジネスを始めることによって無限になるわけです。ここにいたらもう決まってるわけです、30万って。なので私には、僕はやりたいことがある、叶えたいことがあると、もっともっと上を見てみたい、もっとね高いところ、高い美味しいもの食べたいし美味しいなんか高い車乗りたいし、高級なマンション住みたいしって思っている方が30万円もらって会社で働いているという事態はもうものすごくもったいないです。本当に1ヶ月168時間を30万円、たった30万円で拘束されているわけです。ただ最初はあんまり稼げないかもしれません。でもこれをやることによってもう稼ぐ力がつくので、これもう勉強です、全部勉強です。ただ、確かに稼げないかもしれないけども、ずっと成長していくので、この人よりも絶対的に
上に行く可能性は高まります。なので自分のビジネスを持つと、自分で稼ぎ始めるというように考え始め、それを実行していくというような流れに乗るということが大事であり、自分のビジネスを持って自分のビジネスを始めることによって自分の可能性が無限になるということですね。自分のビジネスを持つことによって自分の可能性にかけることがスタートするということです。なので、自分の可能性をね、少しでも今の現状から出したいと、僕はこんなもんじゃない、私はこんなもんじゃないと、人間としての価値はもっと価値があると思っている方は、すぐにでもですね、自分のビジネスを持って、すぐにビジネスを始めてみてください。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。